どこに行くのですか？500年ぶりですね、ここに来るのも。わあ、何？何？おそらくルアードが根絶の錬金術を行っているのでしょう。つまりルアードは間違いなくここにいる。うん、行こう、プラフタ、ルアードのところに。ルアード、来たか、プラフタ。また私を撃つつもりか？違うよ、ルアード。私たちはあなたを説得しに来たの。説得？ルアード、根絶の錬金術は今すぐやめるべきです。何かと思えばまたその話か。お前にはわからないのか、この根絶の錬金術の力が。どのようなものも作り出せる根絶の錬金術こそ思考の錬金術なのだ。ルアード、その力では人を幸せにすることはできません。根絶の錬金術を使い続ければいずれ自然の力は枯渇する。一時の利益のために未来を犠牲にする錬金術など間違っています。ルアード、ソフィーを見てください。ソフィーは日々錬金術の腕前を上げています。このまま成長すれば将来はきっと多くの人を助ける錬金術師になることでしょう。あなたの錬金術はソフィーのような未来の目まで積んでしまうことになるのですよ。気の長い話だ。不確かな将来のことなど私には関係ない。今この素晴らしい力を極めることこそ大事なことだ。私の目的はこの錬金術を極めること。昔から変わらず。これた、ううん、違うよ、ルアード。あなたの目的はそうじゃなかったはずだよ。何？これを見てよ。それはプラフタとルアードが初めて作った道具だよ。これが二人のきっかけだったんでしょ。ルアードは本当に錬金術を極めることが目的だったの？そうじゃないでしょ。あなたの本当の目的は、願いは錬金術で人を幸せにすることだったはずでしょ。思い出してよ、ルアード。耳障りだ。私はただ錬金術を極められればそれでいい。第一、私のやり方が最も近道なのだ。幸せが目的だというのなら黙って見ていることだ。だが私の邪魔をするというのなら容赦はせん。ルアード、話を聞いてよ。ソフィー、もういいです。プラフト？
500年という年月はあまりにも長すぎました。私が記憶を失ってしまっていたように、ルアードも元の思いなどとうに忘れてしまっていたのでしょう。しかしこのまま根絶の錬金術を続けるというのであれば、ルアードを放置するわけにはいかない。私はルアードを撃ちます。でもここでルアードを止めなければ多くの人が不幸になるでしょう。ソフィー、あなたが幸せにしたいと願う全ての中に私たちは必要ありません。私たちの代わりに将来より多くの人をあなたの手で幸せにしてあげてください。プラフト、さあ杖を取って。うん、行きますよルアード。我が地こそが至高の地、貴様らごときに阻ませはせぬ。どれ、遊んでやろう。加減はできませんよ。隙だらけだな。痛いよ。続きます。後からのお楽しみだ。追撃します。おっと、危ない。優しくはできん。始まる。そこです。痛いよ。当たれ。しろ。攻撃します。傷を隠せし夜の灯り。撃つ。攻撃します。動くなよ。撃つ。まだまだ。補助用の道具です。飛んでけ。銃より速いぞ。優しくはできん。始まる。加減はできませんよ。飛んでけ。そこだ。優しくはできん。面白くなってきたな。自分用の道具です。刺す。はい、どうぞ。銃より速いぞ。
思い切り振ります。バカな、破れるというのか。体を動かす感覚、いいものですね。しまい、私たちはもう錬金術は使えない。もう元の姿には戻れないのね。信じられないよ。僕たちが負けるとはね。それはきっと願いの差なのではないでしょうか。ルアード、あなたは根絶の錬金術を極めることだけを目標に、己のためだけに錬金術を使っていました。しかしソフィーは違います。ただひたすらに他人のために錬金術を使ってきた。私やあなたも含め、全ての人を幸せにしたいと願い、努力を続けてきた。錬金術は願いの力です。知っていたはずですよ。願いが強ければ強いほどその力を増すと。万人の幸せを願うソフィーの錬金術に、利己的なあなたの錬金術が勝るはずがなかったのですよ。なんだ、今まで僕たちがやってきたことは全部無駄だったのか。普通の錬金術師に敗れて、錬金術も使えなくなって。無駄なんかじゃないはずだよ。え？全部無駄なんかじゃなかったはずだよ。確かに根絶の錬金術は間違いだったかもしれないけど、プラフタと一緒に故郷の村を助けたいと思ったその思いは無駄じゃなかったはずだよ。昔プラフタと一緒に目指した夢まで無駄だったなんて言っちゃダメだよ。ソフィー、これはプラフタとルアードが最初に作った道具。これを見て元の夢を思い出してよ。行こう、アトミナ。え？行こう。あの二人、これからどうするんだろう。分かってくれたのかな。はい、大丈夫ですよ、ソフィー。きっとソフィーの言葉は二人に届いています。そうだよね。じゃあプラフタ、帰ろうか。ええ、そうですね、ソフィー。私たちのアトリエに。着いた。ええ、そうですね。皆さんどうもありがとうございました。おかげで助かりました。あら、急にかしこまっちゃってどうしたの。あなたらしくないわよ。いや、ルアードをなんとかできたのも皆さんのおかげだし。その水臭いぞ。ああそうだ、君にはいつも助けてもらってばかりだからな。
いつでも力を貸すさ。その通りだよ、ソフィー。僕たちの仲じゃないか。遠慮はいらないよ。少し骨は折れたが、悪くない経験だった。はい、ソフィーさんの力になれたならよかったです。そういうことよ、ソフィー。皆さん、はい。さてっと、それじゃあ私は帰ろうかしら。さすがにちょっと疲れちゃったわ。そうだね、みんな疲労が溜まっているだろうから、ここで一旦解散にしようか。あ、はい、本当にありがとうございました。それじゃあまた。あれ、二人は？私はもうちょっとソフィーと一緒にいようかなって。ああ、オイラもさ、ちょっとそんな気分なんだ。そっか、じゃあ二人とも一緒にアトリエに行こうか。あ、よし、それじゃあアトリエに出発。そうだな、オイラももうクタクタだよ。三人ともありがとうございます。おかげで無事ルアードを止めることができました。私からもモニカ、オスカー、本当にありがとう。水臭いわよ、二人とも。そうだよ、オイラたちの仲じゃないか。二人とも、うん、そうだね。しかしだ、ソフィー、残念だったな。え、何が？何がって、知識の大釜だよ。綺麗さっぱり消えちゃったじゃないか。まあソフィーらしいといえばソフィーらしいけどな。どうしよう、プラフタ、あ、私のすっごい錬金術が。ソフィーはもう知識の大釜がなくとも素晴らしい錬金術師になっているじゃありませんか。え、本当？はい、少なくとも私はそう思っています。そうね、もうおばあ様と比べても遜色ないんじゃないかしら。確かに、頼めば大抵のものは作ってくれるしな。そうかな、私すごい錬金術師になってるかな。私に言わせればまだまだ学ぶことだらけのひよっこですけれど。あ、言ったな。さて、そろそろ私は帰るわね。ああ、じゃあオイラも帰ることにするよ。うん、二人とも今回は本当にありがとね。今度みんなでお茶しようよ。たくさんお菓子作っておくからさ。そうね、楽しみにしておくわ。お、オイラも楽しみにしてるぜ。それじゃあな、ソフィー、プラフタ。とりあえず一段落だね。はい、ひとまず終わりました。どうしました、ソフィー？いや、なんかプラフタと会った時のことを思い出しちゃって。あの時はびっくりしたよ、突然本が喋り出すんだもん。確かに
驚かせてしまったかもしれませんね。その後もプラフタを本から人形にしたり、ルアードを説得しに行ったり、本当にいろいろあったな。ええ、本当に。ソフィー、ん？何？プラフタ、今までありがとうございました。急にどうしたの、プラフタ。ソフィーがいなければ私はこうして話すことも立つこともできないままでしたから。そして記憶を取り戻すこともできないままでした。ソフィーがいてくれたからこうして今私はここにいられるのです。本当にソフィーには感謝しています、プラフタ。ううん、こっちだってプラフタにはお世話になってるもん。錬金術だけじゃなく、いろんなことをプラフタには教えてもらったよ。だから私からも言わせてよ、プラフタ、これまで本当にありがとう。それからこれからもよろしく。はい、これからもよろしくお願いします、ソフィー。ねえプラフタ、これから何しよっか。と言いますと？知識の大釜はなくなっちゃったし、プラフタの記憶も取り戻しちゃったし、かといってたくさんの人を幸せにするって言っても、正直今はまだ何をやればいいかわかんないし、何か身近な目標が欲しいなって思って。そうですね。それではソフィー、とりあえずこういう目標はいかがでしょうか。私を超える錬金術師になる。プラフタを超える？はい、錬金術で人を幸せにするというあなたの願い、その願いを叶えるためには私の腕前程度は超えてもらわないと困りますから。プラフタを超えるか。うん、相手にとって不足なしだね。その目標乗った。しかしそう簡単にはいきませんよ。望むところだよ、プラフタ。あれ、誰だろう。はーい、空いてますよ。突然すみません、ソフィー。あ、ホルストさん、どうしたんですか。実は近所の子供が食あたりを起こしてしまいまして、大変申し訳ありませんが薬を作ってはいただけないでしょうか。はい、任せてください。